よっぴー、 SE スタジオの大輝でございます。本日ね、1月26日、僕の誕生日でございます。自分おめでとう。今日実家の方に帰ってきてまして、父親がね、今日帰ってきてるんですよ、家に。本日の企画、30歳間近の男がお小遣い頂戴と言ったらいくらもらえる。多分ね、くれるとは思うんすけど、まあどうだろうな、まあ1万円もらえたらいい方かなぐらいですね。今から下にね、父親がいるので、とつっていきたいと思います。それではレッツゴー。すいません。はい、僕今日ちょっと誕生日なんですけど。あ、すいません、ありがとうございます。誕生日なんですけど、うん、ちょっと誕生日なんで、ちょお小遣い欲しいなと思いまして、ちょっとお誕生日なんで、ちょっとお小遣いいただけないですかっていう。30近い人がね、はい、誕生日っつって、はい、お小遣いくれって人いないから。いやいや、まあ、いやいや、まあ、いや、だから、まあ、だから30歳ね、誕生日っていうのは、はい、ね、請求するんじゃなくて、ね、日頃お前一生懸命やって、それに対して待ってよって、はい、外から判断するなら、誕生日くれよくれよなんてみっともない話なんだよ。いやいや、そうなんですけど、なんかまあ今日誕生日だし、お小遣いちょうだいって言ったらいくらもらえるのかなって思って。もらえるわけがないし、はい、ね、あげる人も少ないと思いますが。まあ、一番いいのもおめでとうございます、おめでとうって言われるのが一番いい。いや、それはそれ気持ちいいは嬉しいんだけど、まあ、ちょっと、まあ、いくらくれるかなっていう。飯なら食わしてやってもいいよ。飯はこうやってやるんだ。マジ、うん、飯連れてくれるの？そういうことだったらいいよ、別に。ほんと、うん、マジ行く。今からじゃあ一緒に行きましょうよ。いいよ。暇だって一緒。暇じゃねえけど、とりあえず行ってる。よっしゃー。皆さん聞きました？お小遣いはもらえないですが、飯には連れてってもらえるという感じですね。はい。ということで、じゃあ、今回の企画はこれで終わりっていうか、あなたのせっかくご飯行くんで、その様子もね、ちょっと動画で回していきたいなと思います。それでは、ちょっとお願いしますね。はい、ということで、焼肉屋に来ました。ハラミとタンと、ロースを頼むね。十分なら誕生日ですか？十分です。ありがとうございます。乾杯。お疲れ様です。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。親父と飯食うの多分10年ぶりぐらいだよね。10年ぶりぐらいだよね。覚えてない。でも、2人で飯食うのは久しぶりです。高校生の時だけ言ってたっすけど。ラーメン屋とか行ってた。そう。20歳超えてから俺が成人になってから行ってん。僕は野球なんですけど、僕のね、父親はサッカーやったりっていうね、サッカー昔ね、高校生の時からやってて、1個これ質問したいんですけども、なんで俺を野球にしたの？だってさ、自分がサッカーやってたじゃん。だから俺が野球やるさ、野球、まあ多分野球サッカーでもやってたと思うんだよね。ママは野球が好きで、野球に入れたいと思ってたので、そっからさ、俺は別に何だってよかったんだけど。そうなんだ。水泳だって柔道だって。だけどまず柔道やって。柔道だってまあ、なかなか面白いかなと思ったんだけど、でもまあ、続かなくなって、で、まあ野球に行ったよ。でも俺、鮮明に覚えてるのが、おかんに、野球とサッカーどっちやりたいって言われて、その2個の選択しかないと思ってたから。センスがあるかどうかっていうのは気になってた。キャッチボールやった時に、やたら小さくて速いボールが出るから、もしかしたらいい球が投げられるようになるのかなっていう感はしたよ。はい、サッカーは逆に。サッカーその練習の時は、一回公園で遊んでて、サッカー少年と一緒になって、大輝がそこに入って混ぜてやるのかって、3人で蹴ってるし、だからパスは正確には切れそう。へぇ、じゃあサッカーの説もあったんだよ。本当があるかどうか分かんないけど、野球やってよかったんじゃないの？確かに。俺が YouTube 始めるって言った時さ、どんな感じだった？大丈夫感じ思った？続けるも何も始まってたじゃん。まあ。始めてても、先にスタートして。でも最初不安はあった？不安とか何やってんのか分かんなくていいんですよ。だんだん、そういう YouTuber っていう意味が分かってきて、あ、こういう仕事なんだって。うん。最初から別に反対しちゃうと思う。自分の父親なんか自分で決めないんだよ。まあ。俺は反対したところで、大工のすべてだから、自分でやるって決まってるし、自分で決めたい。
まあそうそうだ、多分あの時俺多分 YouTube いやそれはみんなやめとけって言われて多分やっちゃったそんだけやない。まあ YouTube も28歳までやっててどうなの。でもなんか今までいろんな仕事俺もしてきたけどなんかやっぱなんか辞めることが多いっていうかさ、なんか続かないみたいなことが多かったんだけど、俺って大丈夫かなとか思ってた時に定義に YouTube 誘われて、ちょっとなんか俺 YouTube 興味あったからさ、それでやってみようって思ってやって、今ここまで今6年目か、もうやって6年目だから、まあいいなんか自分に合った職業だなとは思ったよ。まあ、進行形だから、うん、いいか悪いかっていうのはこれから先な、まあ、自分が努力した結果どうなってくるか、うん、今は今のところ上手くいってるかもしれない。 あとねメンバーがいいね、やっぱりその今絡んでたから初期とかターボとか正義のリボンとかやっぱりいいやつらだから、まあ、続いてっていうのもある。え、メンバー全員だったことある？全員だったことある？ある。したことない人、誕生日の時にこれからこういうこと頑張ろうとか、なんか決心じゃないの。今年ね、ちゃんと痩せるっていう目標と、あとまあ仕事を頑張るっていうのもあるね。まあ普通だね。まあ普通だね。まあ、具体的にさ、なんかでかい目標とか、こういうのを成し遂げるとかさ、こういうの成功させるとかさ。ダイエットだね、それは。28年、まあ、俺が今こうやってきて一番大変だったのはいつ？いろんな面で。ずっとだよ。それはさ、まあ、ずっとか。俺が親父とかおかんをちょっとね楽させるぐらい早くなれと。そういうことだよ。一人前っていうのは親に頼らず自立して何でも自分の力でできることが自立だよ。まあ順調に行くやつなんて本当に数少ないし、順調に行く人なんかいないから、失敗したりね、迷惑かけちゃったりすることが人間だからあるじゃないですか。それを本当にどんどん早く続いてそれを少なくしていくと、それを考えて自分がやらかしたかどうかも分かんないやつが今は自立だ。まあ、内部自身がだからそういうことを読んでて感じてるんだよ。俺はやらかしてないよってことを実際やらかしてるって思ってるし、やらかしちゃったと思っても、いやそんなのやらかしてねえよって思ってる。あとは人に迷惑をかけない、自分で責任を取る、心配し、何し心配をかけない、これも最低限の上で、人に届けするまでは大変なんだから、口では言うのは簡単だし思うことはできるかもしれない、実行できるかどうかっていうのは自分自身ってやつ。ちなみに ST の動画は結構見てる？チャンネル登録ってのしてるから、勝手にこう入ってる。ああ、まあそりゃそうだね。時間があればチラチラ見てる。結構俺の知り合いなんかでも見てるんですよ。ということで、ね、まあ、今日誕生日でね、まあお小遣いはまあもらえない、いや、まあもらえるのが当たり前なんですけど、言ったらまあ無理だったですが、ちゃんとこうやってね誕生日の日に焼肉ねちゃんと連れてくれるっていう感じです。まあね、今いろいろ話したんですけど、やっぱり、まあ、父親は偉大だなと、やっぱり尊敬で、俺僕は昔から尊敬してるんでね、父親のことは。やっぱりいろいろね、こうやって2人で話す機会も少ないんで、こういうね場を作れてよかったなと思いました。僕もね、親孝行とか、まあ、恩返しできるようにしっかり YouTube 活動に専念して、いきたいと思います。いいですか、もう息子に言うことはないですか？誕生日にお小遣いくれっていう YouTuber はありません。まあ企画なんだろうけど、いいお誕生日になりましたね。ありがとうございます。視聴者の人も親孝行して伝えることはいいから、はい、親孝行して両親をね楽にさせてあげてください。子供はね、面倒くさいと思ってるかもしれないけど、親は子供とご飯食べたり話したりするのは望んでるから、なるほどね。そうです、本当いい誕生日になりました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。焼肉楽しみます。イエーイ。